西部方面混成団は、福岡県久留米市の久留米駐屯地に、団本部が駐屯する、陸上自衛隊西部方面隊霊下の方面、混成団の一つ。西部方面隊の基本教育部隊を母体に第4四、師団霊下の第19普通科連隊を霊下に変合し、西部方面相関直轄部隊として再編したもの。2018年には、 第8師団霊下の第24普通科連隊を編入している。これにより、平時の基幹教育を一括し、有事発生時には、第4師団と第8師団及び、第15旅団の常備自衛官のみによる部隊で、即応体制を取り、多様化する任務に、効率的に対応するとしている。このほか福岡県筑後地方南部の8市2町の警備体育の、 担任を行うほか、佐賀県体育長として、佐賀県内での災害派遣等の際、久留米駐屯地、メタバル駐屯地所在部隊の指揮を担当する。団本部と、第5陸層教育隊が、久留米駐屯地に移住。あ浦ら駐屯地指令職務を水陸機動団に移管、第8師団霊下の第24普通科連隊を編、合し再編。久留米駐屯地指令職務。 佐賀県大区を第4位特化連隊から移乗。第118教育大大霊下の竹松車両、教育隊を西部方面輸送大霊下に移動。ありがとうございます。